I appreciate 高梨いつきです。この動画では私が子供に送った46のバッドプレゼントについて一つずつ説明をしています。や、過保護1エピソード。一人じゃ何もできないのね。本当にダメね。母さんがやってあげる。子供と一心同体であるのは大切だと勝手に勘違いしていて、何でも一緒にやろうとする過保護な親でした。になぜバッドプレゼントなのか。子育ては一人でできることを少しずつ地道に増やしてあげることであって、子供の代わりにやってあげるのを生きがいにすることではないからです。子供を過保護にしすぎて何でも手を出していると、他人の責任である領域にまで何かと過保護に口を出す大人になってしまいます。3、どう振る舞えばよかったのか。一人じゃ何もできないのねではなく、何でも一人でやってみて、手助けが欲しい時にはいつでも手伝うからと言えばよく、人間力や自立心を育てる方法を教えればよかったのです。子供には謝っても謝りきれないですね。一生懸命育てているのになぜかうまくいかない。どんどん関係が悪化していく。同じ子育ての苦しみを背負っている人のために自分が犯した過ちについて書き、動画でシェアしました。参考になれば幸いです。I appreciate 高梨いつきでした。じゃあまたね。バイバイ。